まあ、大体このオリックスというチームは伝統的にはこのスタートダッシュあまり上手くないチームではあると思うんですよ ね、 さあそしてメモリアルピッチ田口さんが出てきます。田口壮さんです。まあ、1995年あの優勝当時の主力メンバーでした。そうです ね、 ね、見事だったですね。はい、うん、この95年は130試合これフル出場という形になって2割4分6厘という数字ではあったんですが、まあ、この人は打つだけではなくてもともとは内野で入ってきたんですが外野に移ってね、はい、イチロー選手との外野も鉄壁でしたもんね。2人競争して ね、 ね、役やってました ね、 ね、そうでしたね。まあ、その後メジャーリーグでも活躍をされて、まあ、メジャーではカージナルス、うん、あとフィリーズでもこれ世界一を経験するというね。そうそう、まあ、2回できるってね、素晴らしいですよね。まあ、翌年96年にはこのブルーウェーブで日本一も経験するというね、まあ、日米でこのチャンピオンシップを取ったというね、その田口さん、その後このオリックスバファローズも、一旦戻ってきた時期もありましたね。はい、体型変わってないですよね。全く変わってないですもんね。素晴らしいですね。はい、もう万年青年という感じがしますね。さあその95年のパーリーグの順位表をご覧ください。オリックスは130試合、当時130試合制で82勝したんですよね。素晴らしいですね。もう12ゲームつけてるんですね。そうなんですね。2位ロッテには12ゲーム差、3位にライオンズが入って、まあ、その後日本ハム、福岡ダイエー、近鉄という順位。まあ、これ数字だけ見るともうぶっちぎりの優勝だったんですね。そうなんですね。